ジアンビューティー。かわいい。くーちゃんかわいい。裸だ。はい。裸って言わない。裸だ。何も着てない。はい、アジア選手権ありました。お疲れでした。アジア選手権総括。あ、そう。それをしたいんで。ああで、まあ、とりあえずね、先にね、映像を見てもらってからやろう。おお、見て、映像。うん。見て、映像。映像。Thank you.
で横に付けに行け。Oh, shit.
フック来るぞ、フック気をつけて、フック来るぞ。調子とかはめっちゃ良くて、うん、だいぶ動けたんで1回戦は割といい動きができて、うん、2回戦も動きはそんなに悪くなかったとは思うんですけど、うん、まあ、割と最初はハーフも入れていい感じだったけど結局強かったですね、うん、なんかいつもの展開の倍速みたいな感じで速かったですね、うん、そうね、まあ、2回戦やったのがあのポール・アバデってね、世界チャンピオンね、うん、やったけど、まあなんかこのあのほんまにこの間やったのは言ったらそのミディアムヘビー級のあれやな、世界チャンピオンカード紫のね、はい、でも今年のチャオビのライトの世界チャンピオンはポラバで、だから同階級の世界チャンピオン、そうっすね、うん、そう、それとやれるっていうのもなかなかない、今考えるとめっちゃ良かったなと思いました、うん、ちゃんとできて、そうね、はい、うん、だ結局どう感じ、どうせなあかんなっていうのがあった、今後は結構パワーとかが、うん、そんなにめっちゃ相手もバッキバキの感じでもなかったし、うん、体幹がめちゃくちゃ強いとかもあんまり感じなかったんですけど、うん、グリップの力強さとかはちょっと感じました、うん、まず、なるほどね、確かにグリップ強かった、グリップいつも切れてるやつでグッてやっても切れなくて、うん、ちょっと困った場面は一瞬あったりしたんですけど、うん、ハードガードの中だと、まあ、ちゃんと戦えるのは今回分かって、まあそうっすね、その上を取った時の戦術じゃないですか、方向性を考えれば勝てる道はあるなとはちょっと正直思ったので、うん、そこをもっと、そこですね、本当に、うん、そうね、ディフェンス力を高めれば根はあるかなと、うん、でも今回の準備の段階でなんかちょっとその戦い方、自分のその心のマインドセットの仕方はちょっと分かったのかなと、あ、そうですね、だいぶ、うん、今回まあ、チャオビデビュー戦で、うん、とりあえずまあ一番僕がチャオビの下にピョコって入ってきた段階だと思うので、うん、とりあえず今回はできることをやろうみたいな感じのメンタルでいけば一番良かったかなと思う、うん、めっちゃ動きました、そう、ね、水曜日僕ら3人でベジネンやってると思うんですけど、うん、その延長戦だと思ってやろうみたいなイメージでやってうまくいった感じがありました、そうね、まあ、試合 の、 そのマインドセットっていうのは結構最初からできてるやつもあんねんけど、うん、まあ、割とその見つけるまで時間かかるやつもあるから、うん、まあ良かったかなと、良かった、収穫がありました、うん、はい、福島君はどうやった、だって無差別、あ、うん、最初、あ、無差別も入ってる、入ってます、はい、あと、まあ最初からやってる、はい、うん、あと1回戦の、うん、まあ、シードだったら2回戦、うん、村井さんは、うん、なんかお願いしますって組んだ時に、うん、お願いしますって最初握手されたんですけど、うん、なんかすげえ近づいて、うん、ギュッて手握られたんですけどギュッて手握った時になんか俺ここちょっとなんか突き指してて痛かったんですけど、うん、ボリッて言って力すげえと思ってちょっとなんかこれはなんかガツガツいかない方がいいんじゃないかなと思いまして、うん、それちょっと安牌というかっていうか、うん、最初引き込んで、うん、で、まあ、足が見せながらスイープして、うん、
で、まあ、守ろうかなと思いつつ、うん、なんか動かないとルチとかも入ってきたから、うん、見ながらバンバス取れて、うん、もうあとはもうこれを譲らないって感じで、安全なポジションにずっと居続けたって感じですね。割とプレーも強かったな。あ、そうですね、結構、うん、この力も強いし、うん、でも体結構強いなって思って、うん、なんか多分骨の力結構な、はい、長かったはい、うんうんうん、そうね、そんなあるなって思って。そうね、まあ1回でもね、でもまあまあなんとか勝って、はい、で2回戦に因縁のフレイです。4回目なんでまあ3回取れて負けましたね。そうやな、はい、うん、結構前も3回取られて負けて、うんうん、そうっすね、まあそうっすね、旅行の強いところが結構出ちゃったなって感じですね。あ、はい、まあ、今回は結構形なんて、はい、形半分ぐらいかな、半々ぐらいね、はい、まあ五分五分ぐらいの状態でずっと競り合っとって、はい、でワン崩し、はい、うん、あれがスポーツが入っちゃいました。あ、そうね、なんか普通にオーバーアンダーパス行くとあれ多分崩れないです。うん、あの時ちょっとミスってパンチ落ちたんですよね。うんうん、なんかパンチ持つとこの足を振られた時に、うん、手がこう足に相手の足の振るのにこうボワッとついていっちゃって崩れちゃう、うん、っていうことがちょっと研究したら分かって、うん、あれこの形良くないなと、うん、こうこうしとかないと、うん、抱えるのはいいんですけど、まあそうですね、もうちょっとやっぱりそうですね、そこら辺の精度を上げていかないといけないなと思いますし、お互いにチャンスあったけどな。そうですね、なめっちゃ差があってそうなったわけではないっていうのは、はい、やっぱ分かるし、はい、ただなんでそのミスが発生したんかっていうのの深掘りはせなあかんから。そうす、うん、同じミスをせんようにな、はい、うん、だからまあまあそのまたそれを練習でどう作っていくかっていうふうにはなるけれども、はい、まあ、別にその最初からその強い相手って分かってるからこれ、はい、うん、だからまあその言うて絶対勝てる相手ではないやん、うん、強いっす、うん、だから、まあ、そういうレベルの相手とやってどういう風にスタイルを作るかっていうのはまあまあ、今後の勉強になったんちゃうかなと。そうですね、めっちゃいい対戦相手っていう か、うん、なんか自分の今やってることを測るのも結構ちょうどいいっていうか。そうね、で、まあでもそのクレイグ結局決勝行ってコールアバテでやったけどやっぱちょっと差があった。そうそう、これ幅で強えなって重かったな。後ろについていく能力がなんか、はい、なあ、もうフォーミング機能ついてるんかなって。そうそう、紐でくっついてるのかなと思いました。本当に、うん、守護霊みたいな守護霊がずっと後ろになあ、すごかったよな。やっぱそうやって考えたら、まあ世界と戦うって考えるともっとなんかこ そうや、ね、やらないなことっていうのが、うん、そうっす、出てくっちゃうかなとか。そうっす、思ったね。で、無差別、まあ残ってな、はい、なってな、はい、で無差別な6時かって思ったけど、階級の試合12時前には終わりました。終わった、終わりました。昼前に終わって無差別何時かなと思ったら PM 6時ってな、なあ、めっちゃダラダラしてるな。そうっすね。まあ確かに、まあ、その間にいろいろ試合見れたのは良かったけど、これで無差別1回戦、カウアンです。はい、カウアンさん、まあでも1回戦からやりたかったな。そうっす、もう強い相手とサクッと冷やしたんです。実際やってみて力が超強くて、このグリップカット、なんかリバースアウトにこうラペラ持ってるんですけど、ちゃんと結構しっかり握ってたんですけど、チッて切れるんですよ、これだけで。なんかこれって切れてたの、これだけでこう頑張ってラペラ掴んでるのがグリッと取れるから、うん、なんかと思ってな。それしかもなんか、まあ、たまたまだろうと思ってこう持ち直して、なんか3回ぐらいこれだけで切られたんですよ、うん、なんか結構そこで嘘だろって思って結構怖くなりました。あ、まあそうっすね、まあでもこのダブルアンダーでずっとキープはできて、うん、あそこからなんか劇的になんか負けたり崩されたりとかはしなかったんで、うん、
まあそこもちょっとなんか選択肢を増やせば、うん、もうちょっと戦えはしたのかな、うん、まあ、結構自分の形になった時は捨てれたんで、うん、そうですね。で最後まあアドバンサーがあって、うん、追わないといけない展開になったんで、もうこれやめて行った時に腕取られて、うん、ちょっと一本取られたんですけど、うん、そうですね。まあ自分がどれぐらいなんかカウアンぐらい強い相手にどれぐらい通用するのかっていうのは結構分かったし、うん、まあ、いい試合だった、いいし、なんか自分にとっていい試合だったんじゃないかな。うん、まあね。まあでも今回はまあ言ったらその銅メダル、はい、うん、なし、うん、で、まあ小田銅メダルなしやんか。で、まあ毎回毎回当たり前だけど、そんなうまくいくわけはないね。そうっす。あ、そのリパークラブ自体で試合出て何に勝ってるところをみんなにお届けできてるけれども、うん、それってじゃあほんまにほんまに強いやつ、ほんまに強いやつって言ったらもうモンスター級のやつ、世界でも活躍してるモンスター級のやつに今勝ってますかって言われたらさ、勝ってないやんか。そうっす。だからそれに勝てるレベルになるためにはやっぱりそのもっと切り詰めなあかんところは出てくる。そうですね、うん、まだこう積んでる段階なんで。そう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 、反省した選手ではない。そうそうそう、うん、そうっす、うん、できることいっぱいありますよ。そういや、こういう負ける姿もね、やっぱりこの、まあ、いつかそこに向かって勝っていくためにその負ける姿っていうのは必ずしも経営稼なあかんくて、うん、そういうのもリアルにお届けしたいっていうのはもちろんあるし、うん、あ、なんか言ったらその変な話だけど、ずっと勝たせるところを 見せたいだけのチャンネルやったらずっとお前らが青びれえねん。ああ、うん、せやん。そう、確かに。うん、やけど帯は上げるの俺は基本早くて。そうっすね、うん、結構際でやらせてるけど、でもなんて言ってんの、どうしたいかやねんな言ったら。でずっと上昇して楽勝勝ちして派手な試合してうわかっこやろっていう風にこう見せたいだけやったらほんまにずっと青びれいいと思うよな、うんうん、やけどそれ以上の能力は身につかへん。そう、黒帯のトップでも活躍したい、茶帯の世界選手権でもなんとか、ね、メダル取るぐらい活躍したいと思うんであれば、うん、もう競ったところでもう一生クレイズみたいなやつやり合ってやり合って、それで勝てる勝てる勝てるっていう風にやっていかないと。そうですね、うん、そうです。そう、いや、めっちゃ当てないんだよ、青帯って上昇しようが楽やん。ああ、クレイグぐらいのクレイグじゃないやつって言ってやりすぎた。うん、そうね。まあ、やからこそ、まあ、その俺はいいと思うよ、敗戦があっても、はい、うん、俺負けることって別に悪いことって全く思ってないから。いや、その負けるべくして負けてるのは良くない。あ、準備不足、準備もしてないし練習もしてないくせに負けとったらそれはなめてやろって話やけど、でもちゃんと準備して勝てるかどうかっていうところまで持っていって負けてっていうのは学びがあるから、その敗戦っていうのはある意味勝ちよりも意味がある。うん、うん、だからまあ、今回はこうやったけど、これをまあ次に生かしていこうよっていう話で、うん、ね、まあ、やらないことも分かってきたし、はい、ちょっとあれやね、あの俺もあれからいろいろ考えたけど、やっぱ俺も悔しかったし、あの練習強度を上げるかっていう結論になったけど、あの体がぶっ壊れへんように気をつけてください。わかりました。はい、今日はそんな感じ。え、片園助は試合した？勝ちましたよ。なんか、いや、無事勝ちましたよ。そりゃ、そりゃ、そりゃ、うち映像にはお届けできてないんですよ。まあ、ちゃんとやってたからね。そうですね。なんか、辰之助さ、帰りの銭湯でさ、はい、熱いお湯に負けてなかった？いやいや、勝ってました。オール、全部勝ちです。全部一本勝ちした。負けとってない。負けてました。取りまくったんですか。ふーちゃんは何してた？いや、ずっと手食ってた。ふーちゃんは家で、うなぎと戦ってた。あ、勝ったんですか？いや、分かった。ワンマッチだった。勝敗がつかへん。でもあの昨日はあのあれやった、あの鼻からここのここ噛まれて血出とったから、負けた。昨日負けてやった。一本負け。はい、そういうわけでまた頑張っていきましょう。かわいい。いくぞ。ではまた。バイバイ。
サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。